はい、こんにちは、タカです。相場の方が動いてきましたね。ただ中心のドルがそんなに目立った動きをしているわけではないんですけども、ただ全体的にしっかり流れは出てきたように思います。その中心にいるのは円なんですかね。先月も前半から中盤にかけて円安強い流れがありましたけども、今回ももしかしたら今回は円高ですかね。流れの方は出てくるのかもしれません。少なくともチャートの方を見ていくとかなりの面白い流れになっていますし、チャンスもすごく多そうです。今日はこの円の動きを中心に相場の方を振り返っていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。まずはドルなんですけども、ドルの方は大した動きしていないと僕は今思っています。目の前にあるのが赤いライン、これが今年の最高値ですね。先週の金曜日にこの高値試しましたけども、抜くことはできませんでした。過去何度かこれ高値試してるんですけども抜けてないんですよね。大きなレンジとして相場の方は見ています。直近はレンジの下限から買いが入ってきている状況、上昇トレンドにもなってますね。波にもなっているんですけども、高値抜くことできなくて今は売りの方が入ってきています。調整局面ですね。買うのであれば一旦流れを止めるという形を見せてほしいところ、それまではドルショートを意識して見ていくことになりますけども、ただこれ押し安値そろそろなんですよね。こういったところは上昇トレンドを見ているブル派と下落の流れを見ているベア派のぶつかり合いがすごく起こりやすい場所で、値動きもすごく止まりやすい場所なんですよね。十分注意したい場所だと思います。ざっくり見てしまえばこのあたり大きなレンジというのは変わらないですからね。基本的にこのレンジ足場崩れてこない限りはこの高値は何度でも試しに行くんではないかなと思っているんですけども、ただまあそういった大きな環境だけではなくて小さな流れを見ても今は上昇トレンドが見えていて、そしてまでチャートの方は崩れていません。基本的に常にドル買いは意識して相場の方は追っていきたいとは思っています。今のこの売りに関しても調整の売りという感じですね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。ポイントはやっぱりこの円ですかね。すごく円が強いです。ただこの強い円というのは昨日突然出てきた動きではないんですよね。先週の金曜日、木曜日、このあたりにも強い買いは入っています。円というのは最近強いんですよね。ですからどちらかというと流れの継続、まあ、つまりは順張りを意識していればこの円買いに関してはある程度対処はできている状況かと思うんですよね。ただ個人的にポイントは僕はこの月曜日だと思っていて、この月曜日で一旦流れを止めてるんですよね。足場を作っているような状況、休憩を挟んで再度また流れが出てきていますからね。この流れまずはしっかりついていくことを意識はしていきたいですね。円はすごく強いですね。一方でもう一つ目立っている通貨、この豪ドルの動きですね。この豪ドルがすごくインパクトある動きになっています。昨日なんですけども、特に夕方あたりですかね、動画の方も出させてもらった時にも、豪ドルというのは買い戻しがしっかり入っていたんですよね。言ってこいの形のようにも見えましたからね。この形が継続してくるんであればむしろ豪ドル買いなんかも、これは注目かとも思っていたんですけども、これ以降の売りがかなり強かったですね。一回買い戻しを挟んだ後にさらに大きな売りが入っています。この動きはもうかなりインパクトありますね。特に押し目買いを見ているブラハにとっては苦しい状況ですよね。すごく捕まりやすい動きだとも思います。波がしっかり見えてますから、豪ドルに関してはもう目線はショートですかね。この後見ていきますけども、株価なんかも結構崩れが目立っているんですよね。そういったものも影響はしているのかもしれません。まあ外部環境は何であれね、このような形で大きな売りがしっかり入ったというこの事実、これはしっかり押さえてはおきたいです。一方でユーロドルポンドあたりは動きがないですからね、まあお休みですかね。ただこのドルと円ですよね。このドルと円というのは最近同期性が見られていました。同じように動いてたんですよね。ただ昨日は全くそういった動きにならず、もしかしたら本格的な流れが各通貨で出てきているのかもしれません。このドル円を比べていくと昨日サポート割ってきたんですよね。ですからこの戻す動きというものに注目をしていたんですけども、まあ最終的にはしっかり戻りきらずという状況でもあります。ドル円なんかもすごく動きが出てきそうなチャートにはなってきました。まあ、各通貨面白い動きになってきましたね。やっぱりボラって大事ですから、流れが出てくるとトレードするチャンスは出てくると思います。注目はしていきたいですね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足週足を重ねています。週足を見ていくと今週すごく目立った動きしているの分かりますかね。強い上昇トレンドここに見えていますけども、もう完全に流れは止まっての調整局面、レンジ相場を見ていました。時間調整ですね。横への動きを意識していたんですけども、今週下の方に向けてきています。こうなってくると簡単には買えない状況になりますね。高値から見ると売りのトレンド波が見えてきてしまいます。かといってまだまだこの強いトレンドがなくなったわけではないですからね。下がれば当然買いも入りやすいと思いますけども、売りのトレンドも出ている、買いもあるということで、この売り買いの攻防がすごく出やすい状況が出てきます。攻防というのはそれだけでもやっぱり難しいですからね。ドル円に関しては少し注意が必要な動きになってきました。
言葉を変えればボラが出やすい相場ですよね。さらに過去を見てみるとこのあたりすごく強いトレンドがあるんですけどね、これ完全な真空地帯、ここ以外に値動きがないんですよね。ですからポジション持てる人がそもそも少ない場所です。こういったところというのは値動きすごく大きくもなりやすい、ボラが出やすいんですよね。今の環境から見ても、サポートを割れているというこの大きなボラが出やすい環境、そしてこの過去の環境を見ても真空地帯ということで、流れが出やすい環境、相場の方もだいぶ荒れやすい環境になってきたんではないかなと思いますから、当然注目ということになってきますよね。ただ注意点が1点、まずはこの週足ですね。この週足まだ確定はしていません。今話した内容というのは全てこれ抜けを前提とした話なんですよね。ただ今日は水曜日です。水木金とあと3日間あります。この週足というのは確定するのは金曜日ですから、金曜日まではこの週足がどうなるかというのは現状まだわからないんですよね。例えば金曜日までにこれ戻していけるような形になれば、週足は下ひげつけたピンバーになるんですよね。それではやっぱりブレイクを見ていくのは難しくなります。それどころかレンジに戻ることになりますからね、次はレンジ上限までを目指した買いの流れすら出てくるかもしれません。全く目線が変わってしまうんですよね。ただそういったことを言い出したら、じゃあ週足確定するまで何もできないということにもなります。決してそういうことを言っているわけではなくて、別に抜けの動き見てもいいと思うんですよね。弱い流れを見てショートを意識してもいいと思うんですけども、大きな買いが入ってきたりした場合はこういった環境も抑えてはおきたいんです。例えばこのあたりの動きを意識して、戻り売りショートをしたと、このショートをした結果上の方に戻ってしまった場合、かなりの突っ込み売りになってしまうんですよね。ちゃんとロスカット切っていればいいですけども、もし引っ張ってしまったらこれかなり嫌なポジションが残ることにもなると思うんですよね。下の方で突っ込みのショート、こういったのはしたくないんですよね。上の方でロングはしたくないのと同じで、そういった状況になりかねない状況が今この環境にはあると思います。ですから抜けを見てショートを見ていくというのは僕は全然いいと思うんですけども、強い買い戻しが入ってきた時にこの週足環境は抑えてはおきたいんです。戻ってしまったらまたこのレンジが見えてくるな、この考え方があるかどうかで考え方は大きく変わってくると思います。ただ最近のドル円はすごく弱いですね。日足を見ていくと安値がしっかり更新継続しています。サポートも終わりつつあります。目線としてはもうショートにはなってくるんじゃないですかね。はい、こちらが1時間足日足を重ねています。強い上昇トレンド見えていて、しばらくはもうレンジ相場続いていました。もう1ヶ月近いレンジでしたね。長いレンジになっていましたけども、ついに下にブレイクという形が昨日の動きでは見られます。当然トレンドを意識していますから、今日も安値更新を見ていくことになりますね。売り場探しが基本にはなってくると思います。ですから環境として押し目買いをずっと見ていきたい環境だったんですよね。ただこの足場の崩れが見えてしまった以上はもう簡単には買えない。高値から見れば売りのトレンドにもなってしまってますから、もし買っていくにしてもまずはこの青いトレンド、下落トレンドを崩さないと次の上昇が見えてこないです。大事なブルビアの分岐点、この113円20あたりを意識していたんですけども、今回このサポート終わったということで、目線はもう変わりますよね。ショートということになってきそうです。ただし注意点もたくさんありますね。ショート目線で見ている人にとって一番嫌な動きはじゃあどういった動きか。一つがこの抜けを否定される形ですね。否定といえば包み足、例えば今日の日足がしっかり陽線が立って昨日の陰線を包むような形が出てきた場合、これはブレイクを見ていくのは難しくなってくるかもしれません。つまり 113.2 というのが意識されているというのはこの値動きでわかるということになりますから、意識されているんであればそれなりの攻防というのはこの辺りやっぱり出やすいと思うんですよね。であれば簡単に買ったり売ったりはできないような場所、注意はしていかないといけないとは思いますね。あとはこういった下のサポートですね、多くの人が注目していたポイントにはなっていたと思うんですよね。そういったところ終わったから強い売りの流れになったとも言えると思うんですけども、ただこういったところ攻防が出て当たり前だと個人的には思うんですけどね。日足を見ていくともう陰線が続いています。全く抵抗なく抜けているのも少し違和感は感じます。通常大事なところを抜けていくにはそれなりの抵抗が出て当たり前ですからね。数日の持ち合いを経て下の方に抜けていくとか、そういった流れになることもすごく多いんですけども、今回あっさり抜けている、足場が全くない状況なんですよね。こういった状況というのも、トレンドが出てるうちはいいんですよね。ただ一旦流れが止まってくると、次は反転の形も出てくるかもしれません。この壁を試す動きというのは現状まだないんですよね。そこも一つ気になる点としてはありますね。こういった環境を踏まえてこの日足の中の動きですね、少し細かい動きを見ていると、朝方に大きな売りが入った直後、これ以降は大して動きがないんですよね。これまではしっかりトレンド波がしっかりできているんですけども、このあたり一旦停滞感が出てきています。もしかしたらこの反発の形も意識した買いが入っているのかもしれません。
だからこそ抜けたら怖いというのもありますけどもね、ただこういった売り方目線で見てる人って一番嫌な動きというのはこの急激に戻す動きだと思います。この急激に戻す動きに対して戻り売り、これを意識してしまうと、捕まってしまった時に苦労すると思いますんでね、十分この値動きは注意して相場の方を追っていきたいとは思います。環境としては冷やしのレンジからようやく下の方にブレイクしてきた、一つの決着が昨日でついたという形にはなりますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足を見るとも売りのトレンド、波がしっかり見えていますね。少し流れが止まって現在は調整局面ですかね。ただ反発の形が見えているわけでもないです。ですから横への動きですかね、時間調整を見ることになってきそうです。日足もサポート割れていますからね、基本的にトレンドの継続、まずは事実をしっかり抑えていきたいですから、ブレイクしていますから流れに乗りたい。目線はショートで今日も安値更新は見ていきたいと思っています。ただ上位足も言いましたけども、急激に強く戻す動きに対しては気をつけたいんですよね。強く戻す動きというのは言い方を変えればこれ値幅調整になります。ということは短期的に高値を更新する流れが出てくるということになりますから、こういった値動きに対して戻り売りを見てしまうのは気をつけたいんですよね。ですからまずはこの壁があるかどうかがすごく大事になってきます。昨日も朝方ですね、下の方にドンと売りが入った後は実際動きはないんですよね。ただ何かで流れが止められてますよね。僕はこの113円切り板付近で流れが止まっているように思います。下のサポートは昨日の冷やし安値で見ていけばいいと思いますから、この下のサポートに対して上の壁、夕方以降ですよね、お昼から夕方以降なかなか抜けきれないこの113円というのを一つの壁として今日も見ていきたいと思います。つまりこれ抜けてしまったら値幅を伴った調整も意識ということになりますから、簡単に売れないと。ドル円をショートで見ていくんであれば、今日であればこの113円近辺は一つの壁として、このあたりをバックにショートを見ていくのがいい流れになってくるんではないかなとは思います。抜けちゃえばもう投げると、ある程度割り切ってしまえばエントリーはしやすい場所流れではありますかね。そしてショートの目標は最終的には安値更新ですね。これ日足が安値を更新する流れ、トレンドを見てるからこういった積極的なショートをしてるんですよね。ですから結果的にサポートされる、安値を割ってこないという形になってきた際にはまたこれは注意しないといけないですけども、現状はまだそういった流れ見えてないですからね、安値を更新する流れを意識しながらショートをしていく、波の判定などを意識していくのは一旦買いが入って流れを止めてからということになります。目線はショート、安値更新を意識してショートする場所ですね、売り場探して今日は相場の方は追っていきたいと思います。ただし上位足の環境からもこの強い戻りに対してのショートは気をつけたいですね。抜けてしまったらどうするか、これはもう考え方準備はしておきたいです。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に日足を重ねています。ダウがようやく流れが止まりましたね。本当に強いトレンド、どこまで上がるんだという感じになっていますけども、ようやく一服した形になっています。この流れを見れば大した売りでもないですけどもね、それでも上昇を一旦止めたというのは大きいと思います。$36,300前後ですかね、このあたり今週に入ってから少し上値が重いポイントとして見ていける形になっていますので、一旦の壁ということにはなってきそう。上昇トレンドが止められましたから、ポイントはまずは下のサポート探し、流れが止まったからといってすぐにこの辺の大きな売りを期待するのは僕はまだ早いと思うんですよね。強いトレンドが止められたんであれば次はこの売り買いの攻防ですね。強いわけですから下がれば当然買いも入りやすくなります。ですからどこかにこういったサポートは出てくるんではないかなと。現状まだどこというのははっきり見えてないですけどもね、そのサポートを探していくのが大事になってくるんじゃないかなと思います。見つかれば当然ロングは意識ですね。ダウは昨日でようやくいった流れを止めた格好になっています。今後は調整局面を見ていくことになります。すぐに売りを見ていくのはまだ早いと思いますね。売り買いの攻防、相場の方は難しくなってくるんじゃないですかね。慎重に見ていきたい、そんな環境だとは思いますね。はい、こちらが日経平均の CFD、 1時間足に日足を重ねています。日経平均売りが入りましたね。この売りかなりポイント大きいと思います。このあたり上昇トレンド確かに見えてはいるんですよね。窓を開けたりもしていますけども、このあたり高値でしっかり流れが止まったんですけども、個人的にはこれいつ買いが入ってもおかしくなかった。例えばダウもね強かったですよね。イケイケで買いも入っていました。少しでも買いが入ってくれば買い戻しなんかも期待できるような環境だったとも思うんですけどもね、ただなかなか買いが入らない、特にこの辺りの動きですね、高値で張り付いていますけども、少しでも買いが入っていればよかったんですけどね、買いが入ってこない、この値動きに対しての違和感というのはすごく持ってはいたんですけども、こういった環境でこの辺の売りが見えてしまうと、あ、やっぱり上値重かったんかなと考えてしまいますね。上値が重い、レンジからも下に抜けてきた、こういった環境があればまずは波の起点ですかね、このあたり28,500円、このあたり向けた下落というのを見ていくことにはなりそうです。もう目線は完全にショートになりますね。
どこかで流れが止まれば再度押し目買いという形ももちろんこれあるんですけどもね、こういった買いを見ていくためにはまずは青い流れ、下落を止めないといけないですからね、まずは青い波優先ですね、売りの流れ優先で相場の方は見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが金の CFD、 1時間足に日足を重ねています。金が強いですね。今週に入ってから強い買いが継続して出ています。高値も更新してきています。トレンド流れがしっかり出ていますから今日も高値更新を見ていきたいんですけども、このレート1830ドルなんですけど、これかなり大きなポイントなんですよね。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。それはなぜかというと、この週足環境のレンジの上限だからですね。このレンジも数ヶ月にわたるレンジになっています。このあたり6月の後半ですからね、もう相当な期間になりますけども、まだ決着がついていないこの高値なんですよね。当然これ抜けてくればもういろいろ考えるポイントになってきますよね。こういった上昇トレンドも再度見えてくることにもなります。とはいえまだブレイクはしていない。これ週足になりますから、最終判断週足終値、金曜日の終値ですからね、まだまだどうなるかというのはこれはちょっとわからないですけども、少なくとも今現在は短期的には強いトレンドが出ています。すぐに売りを見ていくような環境ではないと思いますね。もう抜けてしまったらどうなるかというのがちょっと読めなくなってしまいますんで、抜けたら投げると割り切っちゃうんであればショートなんかもありかもしれませんけども、ただ短期らしは抜けたりもしますからね、一定の形なんかもこれは十分想定はしておかないといけない。少し環境難しいとは思いますね。今はまだまだ強い流れ、日足を見ても高値更新続いてましたよね。ですから強い環境を見てロング目線ということになりますけども、レンジ上限でまだ抜けていません。高値圏ですよというのはこれはしっかり抑えてはおきたいですね。ただ抜けてくれば面白い形も出てくるかもしれません。年末に向けて金の買い、そういったものも出てくるかもしれませんね。期待はしたいところだと思います。はい、ということで、ドルの方がパッとしないんですけどもね、円の方にしっかり買いが入ってきています。その結果ついにレンジからも抜けてきましたね。ドル円がかなり面白い環境にはなってきそうです。真空地帯ということもありますから、ボラもすごく出やすい環境、流れもね、安値更新継続していますから、安値更新も当然見ていきたい。どうしても中心はやっぱり目線ショートということになってきますけどね、ただ急激に買い戻しが入った際にはこれ要注意ですね。包み足になってしまうとこれショートを見てる人にとって一番嫌な動きになります。こういった強い買い戻しというものに注意はしながら、売り場探し、これを今日はやっていきたいなと思います。目標は安値更新ですね。あとはこの円ばかり追っているとね、ドルの方にも動きは出てくるかもしれません。ドルも決して動かない環境ではないですからね、ドルも横目にしっかり動きが出てくればその都度また対処はしていきたいと思います。特にドル今強いですからね、ドルが買われてくればドル円上がりますからね、もしかしたらとか思ったりもしますけどね、少し難しくはなってきそうです。だからこそボラの方も出てきそうですんでね、チャンスはすごく多いんじゃないかなと思います。今週というのは先週たくさんのイベントがあって動きづらかった環境から明けた週になりますんでね、僕は個人的にいつ動いてもおかしくない環境、すごく動きやすい環境になってくるんじゃないかなと思っています。やっぱり集中して見ていきたいですね。値動きに期待したいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。